皆さんおはようございます。今日の鶴岡は雨が降ってまして、暖かかったんですが、だんだん寒くなってきました。お車の運転とか気をつけて今日も一日頑張りましょう。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、とっても苦手なお菓子作りをします。というのも、この間米粉の、肉まんを作ったんですが、その時にグルテンフリーというか、グルテンフリーではないか、小麦粉アレルギーの子のために何か考えてくださいということだったので、今日は町内米のつや姫の米粉 100% です。で、それを使ったパンケーキをしたいと思うんですが、ちょっと自信ないのでアンチョコ見ながらします。で、まずこちらですね、今日の材料は米粉と卵黄と卵白は今ちょっと冷蔵庫の方に冷やしてます。これが1個分で、卵白は2個分、レモン汁、バニラエッセンス、きび砂糖と、こちらがベーキングパウダーです。あと牛乳ちょっと使います。あとは敷き油です。で、今日はホットプレート使っていきます。で、まず最初にこの米粉と、本当は振る方がいいんですが、まあまあ大丈夫で、お菓子作りはですね、年1回2月14日の時のチョコのブラウニー、それをまず毎年作って、あとはほとんど作らないんですね。あと、たまにホットケーキ、全部粉からセットになってるやつを、あれをちょっと作って、それで蒸しケーキにしたりとかってするぐらいなので、膨らまなかったらちょっと笑ってくださいね。一生懸命作ります。で、これをしといてですね、で黄色い黄身に牛乳とバニラエッセンスを混ぜる。バニラエッセンス、で、牛乳は大さじ1杯ですね。で、これをまずよく、混ぜます。ちょっとこの混ぜた音が入りますが、まあまあ、はい、次2枚目に行きます、はい、そしたら、卵白ですね、メレンゲを作っていきます。ちょっと卵白を取っていきます。はい、戻りました。卵白2個分です。で、これだとちょっとちっちゃいので混ぜます。ここからガーって焼くやつもありますけど、ちょっとこれで頑張ってみます。ちょっと時間かかりますよね。これをよく混ぜないと、うちのお菓子作りがすごく上手な栄養士さんがいるんですけど、今日レクチャーしていただきましたので頑張ります。これ手首のなんかリハビリに なる。だいぶメレンゲが出来上がってきました。多分これでスクワットのリズムは無理ですね。いい感じです。ピョン。
出るぐらい。で、ですね、きび砂糖を、3回ぐらいね。レモン汁を、こちらに2分の1です、レモン汁だけかな。最初、ね、材料をご紹介した時に、なんかそこで粉を入れるって書いてないんですが、抜けたような気がしますね。で、これにこう、ここは全然米粉なので何ぼ混ぜても大丈夫。逆にすればよかったですね。こっちに粉を入れればよかった。なんということでしょう。このいかにいつも作ってない感が満載ですが。これをこちらの。こんな感じです。つるつると、はい。で、これをですね、さっき保温にしてたんですが、160度で焼いていきます。で、ちょっと敷き油をさっと。こんな感じですね。多分お菓子を作る方はちゃんともう道具も揃えてゴムベラであるとかさまざま揃えてると思うんですが、こんな感じでちょっとあとふわっと焼き上がるというところです。はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、なんか蓋が必要かと思ってお家から持ってきたんですが、全然合わないのでですね、これこれの蓋なんですけど、これだとちょっと見えないのでですね、でも少し蒸し焼きにした方がいいって書いてあるので、ちょっと頑張ってみますか。少しそしたらですね、ここで今日の運動タイムです。背筋を皆さん伸ばしてくださいね。はい、手を回します。上までちゃんと、ま、上がらない人は上がるところまででいいので、多分すごい今日もバリバリです。で、ちょっと首を上げて回します。この時ちゃんと息してくださいね。入ったら
気持ちいいですね。はい、どうぞ。軽いスクワット、筋肉に力のスクワットというか、でもこれでも感じですかね。あんまり温度が高いと多分焦げちゃうと思うので、ちょっと今低くしました。はい。これは大変だな。まだ多分ちょっと合ってますね。ああ、こんな感じです。はい。いい感じです。うん。よくわからないという。あ、いい感じです。あ、焦げてる。まあ、この大きさも違うところもないとね。ちょっと後ろ焦げちゃいましたけど。はい、さっきの続きをします。もうちょっとね、焦げ色じゃなくてね。本当やっぱりちょっと硬かったですね。何回かは試作したんですけど、その時々で。よいしょ。で、これきび砂糖の甘さしかないので、ジャムであるとか、蜂蜜とか、そんなの、あとヨーグルトソースとかかけていただくとすごく美味しいです。で、小麦粉は全然使ってないので、小麦粉アレルギーの方も大丈夫ですので、ぜひお家で作ってみてください。はい、もう小麦粉なのにいい感じでできました。今日はチューさんかなと思って。どっちがいいかな。あ、もうこれ黒すぎる。ちょっと待って。よし、もうちょっと待って。すっごいふわふわ。あ、いいことかな。ちょっと あんまりな色ですが。今日はふわふわのパンケーキを作ってみました。ちょっと焼きすぎましたけれども、まず、50点ぐらいはいただけるかな。でも味はとっても美味しいです。間違いありませんので、ぜひ皆さんもお家でやってみてください。では今日も一日背筋を伸ばしてハッピー&エンジョイ頑張っていきましょう。また明日、さようなら、ごきげんよう。